政府は来年4月からの外国人労働者受け入れ拡大に向けて悪質ブローカーの排除などを盛り込んだ基本方針を閣議決定しました中継ですはい、政府は国会で生煮えと指摘された部分をこの基本方針でカバーしたい考えですこの度取りまとめた策を着実に実行に移し外国人の皆さんが 日本でそして地方で働いてみたい住んでみたいと思えるような制度の運用世界の実現に全力を尽きてください今日閣議決定された基本方針では受け入れ人数の上限のほか悪質なブローカーや不法滞在者は排除するなど新たな体制についても示されましたさらに政府が財政支援を行って外国人労働者の相談窓口を全国で100か所自治体が設置します ただ外国人労働者が都市部に集中し地方の人材不足が解消できないとの指摘に対しては必要な措置を講じると明記しましたが具体的な内容が示されていませんこうした基本方針に自民党幹部は結局すべて自治体任せじゃないかと懸念を示しています